さあ、キーソン、上原、こっちはね、もう2位、いよいよ登場。果たしてどんな戦いを披露してくれるのか。対するは、アーケードの、まさに冷戦予選。アーケード出身の7代の冷戦予選を勝ち上がってきた KOK。これがワフェイロン。ポテンシャルの重要性高い。あとはプレイヤーが崩したい。まず先手を取っていたのは上原優。さあ、転がせない。うまく出たファンデーションの中で、さあ、これもきっちり転がない。しかもディフェンスも硬い。この上原優の場所をどうやって崩していくか。さあ、クリートブタッチを上で持った携帯。さあ、ベイズ対策はバッチリなのか。無理に出ない。さあ、クリートブタッチ、さあ、ここで突っ込んできた。さあ、残り体力どっこ。さあ、それで上原優が一番の選手。立ち回りの上に勝ったというそんな印象。いや、しかし勝て。さあ、シーズンから戦い、どっから勝ったか聞いた自分で足元で。さあ、しかしここは考えないか。さあ、これはリブレ足元で回路半分奪って、さあ、まだ逃がさない。足を取り込む。
だんだんと試合展開が変わってきたように思われる。やはり短い技を手前を読み、しとめ、このままプレーできる。2段階でいく。高レベルの体がここに広げられている。さあ、間違い点を取り寄せに叩いているのか。この動きで投げ込んだよ。ここで前足。さあ、これはうまく切り返したか。広げ逆に挟む。さあ、惜しい。やっぱ足入れて。Oh!